伝説のステージ。ナンバーアンダーラインアイがロッキンで観客を熱狂の渦に。ロックインジャパンフェスティバル2024ナンバーアンダーラインアイのロッキンステージが熱い。ファンも熱狂。2024年8月11日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された、ロックインジャパンフェスティバル2024。この日、期待に満ちた観客が集まった中、ナンバーアンダーラインアイが登場しました。 音楽フェスティバルにおけるライブパフォーマンスは単なる演奏以上のものです。それはアーティストと観客が一体となり音楽を通じて感情がぶつかり合う瞬間の積み重ねです。特にロックフェスのような場ではその瞬間が生み出す熱気や興奮は他では味わえない特別な体験となります。そしてその場で観客を圧倒し魅了したのがナンバーアンダーライン愛のステージでした。 ナンバーアンダーラインアイは、神宮寺雄太、岩優太、そして平野翔という3人のメンバーからなるグループです。それぞれが多彩であり、個性が強く、それが融合することで、独自の音楽スタイルを築き上げています。彼らの代表曲、ゴートで始まったこの日のステージは、観客を一瞬にして引き込むものでした。観客の中には、初めてナンバーアンダーラインアイの音楽に触れる人も少なくなかったでしょう。 しかし、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスと、ステージから放たれる圧倒的なカリスマ性は、そんな初見のファンさえも一瞬で魅了しました。特に印象的だったのは、神宮寺がステージから見た観客の盛り上がりについてコメントしたことです。ステージから見えるみんなの盛り上がり最高だった。ぶちかましてくれてありがとうまた。一緒にぶちかまそうという彼の言葉には、観客との共感と感謝が込められていました。音楽フェスティバルは、 アーティストと観客が共に作り上げるものです彼の言葉は、まさにそのことを象徴していると言えるでしょう。この日のナンバーアンダーラインアイのステージは、彼らの成長を感じさせるものでした。かつてはアイドルとしての活動が中心だった彼らですが、今では完全にアーティストとしての地位を確立しつつあります。彼らが披露した全究曲のセットリストは、彼らの音楽性の広がりを示すものであり、 観客にとととっっては新たたなな発見の場となったことでしょう。例えば、スクエア・アンダーライン・ワンやブロウユア・カバーなど、彼らの代表曲以外のパフォーマンスも、観客を一層引き込むものでした。特に、ボンという楽曲では、観客全体が一体となり、会場はまさに熱狂の渦と化しました。岸も、ライブの後に、また新たなロッキンの思い出とインスタグラムに投稿し、その感動を共有しました。 彼の額に輝く汗は、この日彼がどれだけ全力でパフォーマンスに臨んだかを物語っています。汗にまみれながらも、観客を魅了し続ける彼の姿には、プロフェッショナリズムと情熱があふれていました。その姿勢は、多くの i l ズ s n o ーアンダーラインのファンの故障に感銘を与え、コメント欄には、神君の爽やかな笑顔がかっこよかった岸君の歌声が観客を魅了していたよ、といった声が次々と寄せられました。 このようなナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見て、多くの人々が彼らを、アイドルではなく、アーティストとして認識し始めています。これは彼らが目指してきた道のりでもあり、音楽に対する真摯な姿勢がようやく実を結び始めた証と言えるでしょう。特に、ロックフェスのような場でのパフォーマンスは、アイドルとしての活動とは全く異なるものです。ここでは、ファンに向けた応援グッズではなく、 音楽そのものが唯一のコミュニケーションツールとなります。その意味で、今回のライブは、ナンバーアンダーライン愛が新たなステージに進化した瞬間だったのかもしれません。観客の中には、他のアーティストのファンや、純粋に音楽が好きなフェスファンも多くいました。彼らは音楽に対する愛情が深く、良いと感じたものには、素直に、すごい、かっこいい、好きだ、と伝えることができます。これは、 音楽フェスティバルの魅力の一つでもあります。多様な音楽を楽しむ姿勢が、フェス全体を一層豊かで多彩なものにしているのです。ナンバーアンダーライン愛のファンだけでなく、他のアーティストのファンからも、ナンバーアンダーライン愛は本当に素晴らしいグループだ、という声が多く寄せられました。こうした反応は、彼らがフェスという場でいかに成功を収めたかを如実に示しています。ロッキンでの成功を受けて、 ナンバーアンダーラインアイは8月17日に開催されるサマーソニック2024にも出演予定です。このような大規模な音楽フェスに連続して出演することは、彼らの人気と実力を証明するものでもあります。ロッキンでの熱いパフォーマンスがどのようにサマソニで進化するのか、多くのファンが期待を寄せています。台風の影響が懸念される中でも、彼らの熱いライブが再び観客を魅了することは間違いないでしょう。 音楽フェスティバルにおけるライブパフォーマンスは、アーティストの本質が問われる場でもあります。ステージ上での表現力、観客との一体感、そして音楽に対する真摯な姿勢が試されるのです。ナンバー・アンダーラインアイは、そのすべてを兼ね備えたグループであり、その成長は今後も続くでしょう。彼らが次にどのような進化を遂げるのか、ファンはもちろんのこと、音楽業界全体が注目しています。 ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の努力だけでなく、彼らを支えるファンの存在によっても成り立っています。ファンとの絆は、アーティストにとってかけがえのないものです。今回のロッキンでのパフォーマンスが成功した背景には、ファンとの強い信頼関係があることは言うまでもありません。彼らは、ファンの声援に応えるべく、常に全力でパフォーマンスを行い、その結果が今回の大成功につながったのです。 また、彼らの成長は、日本の音楽シーン全体にも大きな影響を与えています。アイドルとしての活動からスタートし、アーティストとしての地位を確立していく過程は、他のアーティストやグループにとっても大きな刺激となるでしょう。音楽のジャンルを超えて、多くの人々に影響を与える存在へと進化し続けるナンバーアンダーライン愛。その未来は、ますます明るいものとなるに違いありません。音楽フェスティバルは、 音楽の力を改めてて実感させてくれる場ですアーティストと観客が一体となり、音楽を通じて感情が共有されるその瞬間こそが、フェスの最大の魅力です。ナンバー・アンダーライン・アイは、その魅力を存分に引き出し、多くの人々に感動を与えました。彼らの音楽に対する真摯な姿勢、そして観客との強い絆は、今後も彼らを支える大きな力となるでしょう。 ロッキンでの成功を糧に、彼らがどのように進化していくのか、そして次にどのような挑戦を見せてくれるのか、今後の彼らの活動に注目が集まります。音楽の世界で新たな伝説を作り続けるナンバーアンダーライン愛。その歩みは、これからも多くの人々に影響を与え、音楽シーンを盛り上げていくことでしょう。次のステージで彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、そしてその先に待つ新たな挑戦とは何か。 ファンだけでなく、音楽ファン全体が彼らの未来に期待を寄せています。あなたもぜひ、次の n ーアンダーラインアイのライブで、彼らの進化を体感してみてください。その瞬間こそが、音楽の持つ力を改めて実感できる瞬間となるでしょう。そして、その瞬間を共有することで、音楽の新たな可能性を感じることができるのではないでしょうか。また、 ナンバーアンダーライン愛が音楽シーンでどのように進化してきたかを理解するためには、彼らの過去の歩みを振り返ることが不可欠です。初期の彼らは、アイドルとしての活動が中心で、キラキラした笑顔やキャッチーな曲調で多くの若いファンを魅了していました。しかし、彼らが単なるアイドルにとどまらず、アーティストとしての地位を築くためには、自らの音楽性を見つめ直し、深めていくことが必要でした。 音楽に対する彼らの情熱と真摯な姿勢が、今の成功を生み出しているのです。彼らが音楽のスタイルを変化させ始めたのは、ファンとの関係がより深くなった時期でもあります。初期のキャッチーな楽曲から、徐々に自分たちの内面や感情を表現する楽曲へとシフトしていったことは、多くのファンにとって驚きであり、また喜びでもありました。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントとしてのアイドルソングではなく、 聞くく者の,の心に響く深いメッセージ性を持つ者へと進化していったのです。その過程で彼らが直面した課題は少なくありませんでした。アイドルとしての期待やイメージからの脱却は時に困難なものです。しかし彼らはその壁を乗り越え自らの音楽性を追求し続けました。彼らが選んだ道は簡単なものではなかったかもしれませんがそれが彼らを一層強くし、 真ののアーティストへと成長させたのですロッキンでのパフォーマンスはその成長の一つの成果と言えるでしょう。彼らが披露した全9曲はどれもが彼らの音楽性を象徴するものであり観客を圧倒しました。観客は彼らの音楽に触れることで彼らがどのように進化してきたのかを感じ取ることができたはずです。そしてその感動は 彼らがこれまでに培ってきた全ての経験と努力の結晶と言えるでしょう。